おはようございます。ティラタ回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。友人が時々家に来ます。友人が時々家に来て、まず見るところっていうのは僕の部屋の汚さと、たまにツイッターであげるんですけど、壁飾り、吸音材とか吸音材とか遮音シート僕壁に貼ってんですよ。まあ実況部屋なんでね。はい。でそれを見にやっぱり来るんですよ。この前突っ込まれたことを教えします。お前吸音シート1個しか貼ってない、前回とって。お前2ヶ月前来たけど吸音シート1個しか貼ってねえんけ。その通りです。吸音材とか遮音シートとか一つしか貼らなくて、2ヶ月の間一つしか貼らなくて、ゆちにすげえ突っ込まれた。そんなわけでね、家はね、もはや僕の自由空間。ただし、友人は入ってくる。はい。じゃあ今日からレジェンドクエストやっていきます。行ってみよう。残るレジェンドクエストも2つになりましたね。なんか気づけば半年前ぐらいからレジェンドクエストをやり始めたんですけど、気づけば残り2つとなりました。そしてね、今回やってくるのはこのドラゴンクエスト8。ドラゴンクエスト8といえば、実はモンバトの元祖です。正直言うと。ドラゴンクエスト8の、なんていうかな、サブクエストっていうものの中に、モンスターバトルロードがあったり、モンバトの元祖ですよね。で、キャラが 3D みたいな、まあ、CG じゃねえな。なんか 3D グラフィックというのかな。7まで歩行グラフィックだったのが、8でちょっとね、立体的なグラフィックになったり、世界をね、なんかオープンワールドみたいになったりするのもね、なかなかね。だから結構ね、8は印象強い人も多いんじゃないかな。各言う僕も実は8には本当によくハマってて、7が一番ハマってるんですけど、まあ言ってしまえば。8もかなりハマったソフトですね。まあ、モンバトの元祖ってことでね、楽しくやっていこうと思います。いや、どんな感じなんだろう。8やり込んだよ。ストーリーうるせえぜ。そこそこ揃ってんね。状態上もギガスラッシュ使いのでかいし。星フルではもうどっこで使える。捨てること、結構今回普通に難易度高そう。逆に難易度高そうな、こういうの。呪われた城。ああ、そうだね。主人公は呪われた城から出発してるな。確かに。いやー、ちょっと待って。いい BGM じゃないこれ。フィールドの。やばー。魔性の時世界を見つめる。8という多分冒険は今始まる。空と海と大地をかけ、魔法の爪を取り戻せ。いやいい BGM だわー。本当にこれいいわー。トロデンジョー。トロデンジョー。さて、まずは主人公、賢者で参ります。お供を紹介しましょう。エイスケ君とイバラドラゴン。8といえばこの二人。まあ、死神貴族は8ではないんだけど、イバラドラゴンといえばもう8ですよね。どっちかというとドラゴンプッシュってやつがめんどくさかったんですけどね。この雄たけびを上げてが8の戦闘曲ですよ、やっぱりね。雄たけびを上げて、これね、モンバト稼働、ちょっと待って。あれ佐々木さん。なんか同じのいい。初か同じのいいんだけど、通してみて。エースケー、いいね。なんか同じのいる。あれしかもなんか、あれすっ飛ばしてない？なんか、地獄のロイさんいるじゃん。待って。え？あれ？なんかいろいろすっ飛ばしてる、もしかして。なんかどっかで見たな、このバブルスライム。コンパチじゃん。はい、ナイス。さあ、行きましょう。賢者のフールストライク、受けてみよう。魔力を込めて、フールストライク、あー、よいしょ。おいねー。140出る。さあ、イバラちゃん。なんとまさか被るとは。トロデンジョにぴったりじゃん、お前。お前トロデンジョにぴったりだよ。はい、物理的攻撃の。オッケーオッケー。いいよ、イバラちゃん。いいね。さあ、君は地獄の呪いじゃないか。トロデンジョでね、お前には結構苦しめられたぞ。っていうか。守備力下がるの？へぇ、キングダムソース的なやつか。お前も締め付けてくんのかい。あっと、これは、これからときつい。これ大丈夫か？オッケー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 、大丈夫大丈夫だ。にしても HP 高いな、敵の HP 高いね、普通に。2500ぐらいから始まってるよね。8結構難易度高くなってるぞ。どんどんなんかね、やっぱレジェンドクエストでどんどん難易度上がってるね。おっと、それは意味ないぞ。灼熱歴でも取んねえよな、こいつら。いやー、いいね、物理的鼓動の。さあ、イバラちゃん、締め付け返し。女、なんも、共食いニャンニャン。オッケーオッケーオッケー、状態上かかってないなら大丈夫だ。
さあ、行くか。魔力を込めて、魔力をフールストライク、あーよいしょ、いい、オッケー。フールストライクダメージ狙ってけ。ジゴフラッシュってどんなもんかやな。さあ、これでどんぐらい出る？あ、いいね、いいね。普通に地獄の色が光に弱い。さあ、ここら辺でギガスラッシュぶっ放しますか。まあ、ダメージカードが使えると強いですよ。電撃の舞。なんだなんかど、なんかさあ、これスキャバトで見たな、こういうタイプ。地獄の絵なんか色黒いしな、思った以上に。なんかさ、お前シュバルツシュートに似てんな、こうしてみると。お前シュバルツシュートじゃん、もはや。電撃ばっか使いがって。まあそうなんだけど、原作稲妻超強いからな、あいつ。さあ、ヒットアンダーウェイ？お前のヒットアンダーウェイは逃げれないんだろ、多分。あ、うん。さあ、どうだ？はい！回り込まれたショット！2 で見たよ、その演出。ちゃんと回り込まれるんだね。さあ、エースケ君ナイス15フラッシュ。これで打点取って次で終わり。まあいけるでしょ。はい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 。で最後に、はいはい、行くぜ。はい、賢者のふるさく受けてみよう。あー、よいしょ、オッケーオッケーオッケー。まさかかぶると思わなかったけどね。海の記憶、あれやっぱりすっ飛ばしたんですか。やっぱすっ飛ばした。いや、ここからザバンかも。いや、これザバンとかない？あ、ないわ。ごめん。アスカンダ言ってるわ。もういいもういいもういい。え、なに？前半全部すっ飛ばしたの？お前それライアンみたいな罪深さだね。月影の葉、うっわ。なるほどね。ゲリオン見て、やべ、ゲリオン泣くまんな。ゲリオン泣くむがあんな、これ。あー。まあね、画像で弱点さらしちゃダメっすよね。行くか、ちょっと早め。なんか今日の出勤早くない？今日の出勤が早いですけども、獣人拳で打ち直してくれるわ。さあ行きましょう。あー、やっぱ、え、 HP2300 か。あれ、普通のドンブぐらいより低いんだね。あ、 なんかいるわ。あ、ごめん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 。なんかいるわ。普通のドンブぐらいより低い。あ、楽勝かと思ったら、あ、なに、横になんかいんのね。横にいるね、いたずらモグラ。じゃあ、電位落とした方がいいわ。いたずらモグラ、電位落とした方がいいわ。さてと、いたずらモグラ、変わらないね。行くぜー。どっちも獣だ。はい、よいしょ、オッケー。いいね、いいね、いいね、いいね。別に横にいようが、いたずらモグラ。おー、のど自慢来た。これねー。これは、行動不能怖いよ。95。あ、さすがに能力が弱くなってんだね。そっかそっかそっか、大丈夫だね。むしろね、ドンモグラって一体の方が強いと思うんだけど。いや、むしろドンモグラ一体のが強いんじゃね。まあ、原作再現はそうやね。原作ではね、モグラ出しては芸術スペシャルしたりするっていうね。原作守ってんね、こうしてみると。いや、強さより原作とんのいいよ。どっかのゲリオンと大違いだわ。どっかのゲリオン。どっかのゲリオンだけは許さないからな、俺、セブンの。まあ、ここは、ここで行っちゃいましょう。いいでしょ、ギガスラッシュ。基本的にギガスラッシュでガンガン詰めていこう。SP、ね、ポイント気にせずガンガン行くぞ。使える以上は使っていく。ドンモグラはむしろ合体の方が強いからな。ダブルブローの回収もあるし。さて、獣人剣が、ドンモグラによく当たったね。せーの。はい、よいしょ、以上。ちょっとこれ、かわいそうだわ。ごめんね。え？森の挑戦、腕組んでそう。あれ？なになに？なに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 ？あ、あ、そうか、アスカンタからパルミドに行くあたりがそうかな？ひょんなことから知り合いになったモリーによって、バトルドに参加することで勇者へと、あれ？ねえ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 、トロデーン、あれ？あれ？トロデーンからアスカンタ行ってモリー行ってんの？なんか順番めちゃくちゃ良くない？なんか、あれ？なんかトロデーン、なんかアスカンタ、モリー？あれ？なんか、めちゃくちゃっすね。まあ、モリーといえばね、そう、モンスターマスター、見てください。ドランゴ、カブト小僧、プロトキ。なんか違うな。一体違うな。一体もう一つ前の作品だな。いや、モンスターマスターとして負けない。なんか浮いてんな。いや、なんか俺には見える。浮いている。あいつは何か浮いている。キングミミックさん。あれなんであ、え、あ、うん、うん、うん、あれ、トルネコパーティー。ダブルバディプレス。いや、え、まさかこれ2回？いや、そんなこと。あ、大丈夫だ、さすがに。さすがに大丈夫。ダブルじゃない、シングルバイトプレスだ、それは。で、通行率やべえな。待って待って。通行率がやばすぎ、それ。メラを誰に打つ？
まあまあまあ十分十分十分。さあ、こう後手後手に待っちまったが、行きましょう。てか S ランクパーティーじゃん。ミミックとキングミミックはさ、 S ランクパーティーじゃん。踊る宝石どっから出てきた。あーまあでもそうか、アイラブル。さあ、貯めるからの汎用性、貯めるからのメンタルコマンド、行きましょう。音方には絶対効く。はいはい、どうかな。音方は効くよね。いや、ちょっと貯めるかな、これでちょっとなあ、あんま効果が良くないね。ハヤブサ切り、これ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 、君たち君たち。マジか、1ダメージも与えてないのは悲しいな。切なすぎ、それ切なすぎ。貯めるからのハヤブサ切り外すのはね、切なすぎるんだよな。シングルバイトプレス大丈夫かな。はいはいはい、打撃には強いからね。いや怖い怖い。さあ、カラッペちゃんちょっと殴りに行ってみようか。フィジカルバンド行ってこい。そうだよね、キングミミックだよね君。弱点取れるよ。いいね、480。さあ、カブト小僧行ってこい。貯めるからの勝ち上げやべえぞ、言っとくけど。はい、勝ち上げこれ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 、ちょっと待ってくれ。そうか、金耳ちゃんって回数でもあいつ20とか18あるよな。ちょっと待って、状態上付けにこっちがされちゃうの。なるほどね。いや、いい勝負してる、いい勝負してるね。てか食べるからの攻撃何一つ生かせてね、俺ら。もう勘弁してくれよ、勝ち上げ。君たちどうなってんのよ。ねえ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 、金耳ちゃん偉くなってるよ君。こうなったらやることは一つ、メンタルコマンドだ。ワンチャン耐えれる。どうかな。これこれこれ、踊る宝石。踊る宝石、踊る宝石。君は聞かなきゃダメなんだよ、踊る宝石。君は聞いてなきゃダメなの。間違ってるわあいつら。踊る宝石は精神的に本当に弱いだろうがこの野郎。おらうーわ、めっちゃ強いてる。これ出すか、待って、ミミック、踊る宝石、金耳はわかんねえな。すごい、踊る宝石、ミミックでしょ多分ね、いけるわ。これは魅惑、ここは魅惑でいきましょう。多分、これでどんぐらい効くかな。ミミック、踊る宝石でしょ、どうかな。はい、でしょうな。はい、オッケーオッケー。いいよ、それでかい、それでかい。オッケー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 。さすがにミラクルマンとしては効くべ、お前らには。見事にぶしつけ全員揃ってんだから、それ効くわな。ここでダンス貯める、オッケー。いいよ。オッケー、貯めるからの汎用性やべえよ。さあ、ただ一応、カラペちゃん寝てんな、お前。あんま意味ない。貯めて寝とんのかよ。さあ、貯めてからの早ぶさきに、はい、よいしょ、オッケー、501。いいよ。次のターンメンタルコマンドで、メンタル、うん、最悪勇気の逃げ切りも狙おう。オッケー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 。じゃあ普通にメンタルコマンドを破滅する勝ち上げで勇気たまるから、怖いのは痛恨痛恨メラか。ダブルバイトプレスの痛恨痛恨、あ、マグマホールもしてくるよね。そうだよね、今までシングルバイトプレスしかしてなかったけど、マグマホールだ。どんぐらい、いや、そんな効かないべ。あー、まあまあさすがの体勢。はい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 、ここで勝ち上げ。まあこれ痛恨来ても大丈夫っすね。負け筋は甘い息で全員寝る。はい、おわ、なんだこら。718。718? 魔法トーン、誰も魔法使いません。残念だから。残念ね。それは切ないね。オッケーオッケーオッケー。さあ、決めちゃうの、ガイグダウンを。はい。切りつけるー。はい。まあ、こんなもんっすよね。いいパーティーだね、やっぱこれ。